こんにちは、 TBTV をご覧の皆さん、テラケンです。今日はですね、世田谷公園に来てます。東京の世田谷公園ですね。で、なんでここに来たかというと、流れが面白いんですけど、千葉に行ってたんですよね。千葉のスケートパークで滑ってて、舞浜のスケートパークで滑ろうと思ったら、なんか他県の人まだ滑れませんって言われて今度はそのまま流れでお台場のパーク行ったんですよ。お台場のパーク行ったら、スクールで貸し切りで夜7時まで滑れませんって言われて、どうしようと思って、でその後ナイキのプレイグラウンド行ったんですよ。で行ったら3時からですみたいな。で12時くらいだったんで、スケートパーク3軒回って全部滑れないっていう謎の現象が起きたんで、これだけパークがあるのにね、パーク難民っていう、スケート難民みたいなしょうもないことが起きたんで、でまあそのまま帰っていく途中でね、あ、そういえばスケートパークここもあったなと思って決めました。でチラッとですね、パークの前を今通ってきたんですけど、なんとですね、人が誰もいないっていう。なのでちょっと動画撮ろうかなみたいなそんな感じの流れです。それでは世田谷公園滑り行ってみましょう。というわけで世田谷公園でした。ですね、なかなかこうこじんまりしてるパークでですね、割と好きです割と好きです、ああいうとこ。どうしてもね、広すぎちゃうとね、失敗した時とか、板取り行くのめんどくせえとか、なんか一個トリックやるのになんかすごいプッシュしなきゃいけないとか、あんまりそういうとこ好きじゃないんで、なんかすごい滑りやすいサイズでした。はい、こうカーブボックスがですね、まあなかなかいい高さでこうずっと続いてるんですよね。で、5-0 コーナーまで行くっていう、一応自分の中での目標は達成できたので、非常に満足しております。で、まあ、もう反対側には、まあ、バンクトゥバンクと、まあ、パークセクションですかね、があって、そっち側はね、子供が遊んでたんで、あんまり滑れなかったんですけど、まあ、なんかこう、一通り練習できるパークなんではないかなと思います。うん。で、日陰があるんでね、とても涼しくて、こう、いい感じです。はい。なので、ぜひ一度、滑りに来てみてください。でですね、
カベブっていうあの将棋のワックスあるじゃないですか。どうやらあのそれを作ってる方にお会いしまして、あのカベブ見てくださいこれ、もらっちゃいました。はい。なんかすげえ達人来たと思ったらあのカベブの方だったみたいです。なのであのこの将棋ワックスもね、あのいろんなところで見てみんな調子いいみたいなんで、ぜひ使ってみてください。というわけで今日はこんなところで終わりにしたいと思います。以上 TBTV でした。ご視聴ありがとうございました。